毛利輝元は、戦国時代後期から江戸時代前期にかけての武将、大名、秋の戦国大名、毛利氏の14代当主。豊臣政権後大老の一人であり、関ヶ原の戦いでは、西軍の総大将となった、長州藩の藩祖でもある。天文22年1月22日、毛利隆元の着難として、毛利氏の居城、秋吉田軍山城で誕生した。 母の尾崎曲局は、大内氏の重臣で、長年五代の内藤木森の娘であり、大内義高の幼女でもあった。幼名は、幸い鶴丸と名付けられた。幸い鶴丸が誕生した、天文二十二年は、天文十九年の井上元健とその一族の討伐を契機に、家中を着て法の整備、それによる家中統制が行われ、毛利氏の国家が成立していた。 また、東春方が、主君、吉高を撃った、来年寺の変を経て、祖父、毛利元成の権力基盤が強化された後でもあった。天文23年、防衛引き分けが行われ、翌年には、五福島の戦いで、東春方を撃った。その後、傍聴計略も行われ、毛利氏は、大内氏と当氏を滅ぼした。さらに天子春久を総領とする天子氏との戦いも、行われ、 岩見国で退治が続いた。それゆえ、父の龍玄は断続的に出陣を繰り返し、幸い鶴丸の元に落ち着くことはなかった。毛利元成 A66 年8月4日、当主である父、龍玄が天子攻めのさなか、秋さ部で急死した。そのため、幸い鶴丸が11歳にして、家督を継承するが、元成が貢献して、政治、軍事を執行した。 この時期、安土城、あてがい城、関都城、果敢城類は元なりから発されており、幸い鶴丸は、形式的には家督を継承したものの、その権限は、保留状態にあった。A68 年2月16日、幸い鶴丸は13歳の時、吉田軍山城で元服し、室町幕府の13代将軍、足利義輝より、明の返旗を受けて、照元と名乗った。 もっとも、照元が将軍の返帰を受けることができたのは元なりが幕府に働きかけたからであり、A67 年12月以前から元服の準備が進められ、同年半ばから幸い鶴丸の名を据えた顔の文書がこの頃から増加したのもその一環であったと考えられる。これにより、照元は事実上の当主となり、幸い鶴木には全く発給していなかった関東上、 果敢上類がテルモトのなでも発揮されるようになり、テルモト自身の投手としての権限も拡大された。だが、テルモとと元なりの連勝の所情もあり、元成なりの貢献が必要となる場面もあった。A68 年3月、テルモトは、毛利氏による天子攻めに出陣し、4月の天子市の本拠地、合算戸田城への総攻めで偉人を飾る。この戦いにより、a 六九年十一月に、 天子氏の党首、天子義久が降伏し、毛利氏にとって、長年の宿敵たる天子氏は滅亡した。その後、a 六0年2月に寺本は、吉田軍山城へ外戦した。他方、元成自身は二党体制に移行後、寺本の党首権限が拡大されるにつれ徐々に権限を移行し、寺本の偉人を機に隠居を考えていた。だが、 同年にテルモトは隠居しようとする元成に隠居しないように困難し、その隠居を断念させた。15歳のテルモトには、毛利氏の両国を円滑に運営させてゆく自信がなく、テルモトの名で、領主たちの名手たり得ることは困難であった。そのため、元成が死没するまで、テルモトと元成の二党政治体制が続くことになる。また、 おじの吉川元春や小早川隆影の二人、毛利氏諸や筆頭の福原貞とし、口場通り寮を合わせた四人、いわゆる、お四人が照元の政務を補佐した。A62 年6月、天子勝久、山中高生らが、天子氏の残党が放棄し、田島の山田雄豊の支援を受け、毛利氏の支配する出雲に侵入した。この時、毛利市の主力は、 文後の大友氏との戦闘のため、九州北部に展開中であり、それを狙った放棄であった。天越の残党が出雲に侵入すると、天越の急進が集結し、7月中旬には、ガス山とダジョウを攻撃した。10月、九州下、大内氏の残党である、大内照広が、大友氏の援軍を得て、須オに侵入した。これには、 大内氏の維新らも加わり一気に勢力が拡大し、毛利氏の両国支配を乱すこととなった。照ルの侵入は6月の天子氏の出雲侵入に、こうしたものであり、大友氏の策略によるものであった。大友氏とは英六七年に、幕府の仲介で和睦していたが、英六九年になると、大友氏が毛利氏に属する筑前の有力黒人、高橋明氏への攻撃が始まった。 その後、同じ筑前の有力黒人、立花秋氏が毛利氏につき、それに対して大友氏が立花氏の居城、立花山次郎を攻め落とすなど、筑前では毛利氏と大友氏の攻防が続いていた。毛利氏は、テルヒロ大内氏残党の侵入に対処するため、九州に展開していた軍勢を撤退させ、同月のうちにテルヒロ大内残党を討伐した。だが、 この大内照広の乱により、筑前の高橋明氏は不利な状況となり、照元、元なり、元春、高影の連書記憶文では、毛利氏が監視を見捨てないことを約束していたにも、かかわらず、それを保護にする形となり、翌年に降伏を余儀なくされた。毛利氏は筑前国から勢力を失ったほか、部前国でも文字上などの一部を残して、拠点を失い、 北九州における毛利氏の勢力は大きく減退した。a 6十3年に1月、輝本は大内輝広の乱を鎮圧した後、天子山残党軍を討伐するため、元春、高影らと共に、吉田軍山城より大軍をもって出陣した。2月に、布山の戦いで勝利したのを、はじめ、次々と天子方を打ち破り、元気2年8月までに、山陰から駆逐した。 だが、天子勝久、山中康生ら天子氏の残党勢力は、最高を諦めず、毛利氏に対して抵抗を続けることとなる。織田信長永禄8年5月、輝元が元服して3ヶ月後、京では、将軍、足利義輝が、三好義継、三好三人衆、松永久道らに撃たれる、永禄の変が発生し、新たな動乱の火種となった。その後、 ヨシテルの弟、一条院各家は原属して、足利義明を名乗り、A60 年に、正護院門関の銅像を使者とし、テル元を貢献する元なりに支援を求めた。この銅像は、この絵直通りの子で、さらに兄のこの絵金家は、ヨシテルの義父であり、ヨシテルの使者として一度か西国へ下校していた。ヨシアキは、銅像と元なりの間に構築された外交ルートを、 活用することを考え、天腰を滅ぼして上落が可能となった毛利氏を頼ろうとしていた。その後、A61 年1月3日付で、吉明から照本に起承文が発せられたものの、元成は無用な戦線の拡大を望まず、出兵要請には応じなかった。同様の要請は、越後の上杉照虎、越前の朝倉義景、尾張の織田信長らにも行われたが、 上杉テルトラは、要請に難色を示し、朝倉義景も上落に踏み切ろうとしなかった。結局、織田信長が、この要請に応じ、同年9月に義明と共に上落。義明は、朝廷から将軍に任命された。A62 年半ば以降、毛利氏と織田氏の交流が始まった。同年6月に、毛利氏の主力が、九州北部に出兵中。 田島山梨の支援を受けた天子山島が、出雲国に侵攻した際、信長は、木下秀吉と、堺聖将と丹波へと出兵させて、毛利氏を支援した。また、信長は敵対する阿波、佐抜きを支配する三好氏に対抗するため、毛利氏と大友氏を調停し、和睦させた。a 6十3年3月以降、照本と信長の通行が始まるようになる。 3月23日付の書状では、照本が、朝廷から衛門正に任せられたことに関して、吉明のおうち書きが発給されたことを信長が、祝している。また、毛利氏が要請した浦上氏の攻撃に関して、信長が時期を見て出兵することを約束したことも、記されている。元気2年4月、照本が元成との連書で、信長に書状を発している。その内容は、 天腰に組みして、出雲、宝棄沿岸部に襲来した丹後、田島の海上勢力に対して、将軍から停止命令を発給してほしいと要請したものである。信長は将軍に、これを相達し、信長自身も命令を発している。同年6月、信長が、照本、元成宛に書状を送っている。その内容は、阿波の三好氏家臣、篠原長房が、 備前国児玉に襲来し、将軍から停止命令を発給してもらえるように、照本元,元成が要請したことに関して、長房は、吉明や信長と敵対状況にあり、停止命令は効果がないというものであった。同月14日、照本を貢献し続けてきた元成が死去した。この時、照本は、布山の戦いの後も出雲に在陣中であったが、 新山城攻撃を目前に、元成、北徳の方が入り、元春にその場を任せ、高影と共に元成の病床に駆けつけたほどであった。元成の死により、照元は、毛利両川体制を中心とした重心の補佐を受け、申請を開始する。9月、信長は、元成死去の弔位を、高影宛の書状で示している。その書状には、三州表発陳情に、 こうとあり、毛利氏が三好氏の支配する文国へ出兵を図っていたことも記されている。照本ら毛利氏は大友氏、天子氏、三好氏、浦上氏などに戦いを有利に進めるため、将軍の権威を利用し、その過程で信長を経由しなければならなかった。信長も表面的には協力姿勢を見せ、毛利氏と小田氏には軍事同盟が成立していたが、 信長自身の中では、毛利氏への優先度は低かった。そのため、照本は、独力でこれらの敵を相手にせねばならなかった。照本は、元気二年の元なり没後すぐ、天子勢を、領内から駆逐し、また、三好氏の文国へも進行した。その後、元気三年には、浦上氏とも和睦を成立させ、事実上屈服させた。これにより、毛利氏は、 その方位網を画解させることに成功した。足利義明 a 6十三年一月、信長は義明に電柱を置き手に追加の五箇条を加えた。その第一条は、諸国の大名との交流に関して制限を加えるもので、義明が大内垣を出す場合には、信長の添え状を必要とするものであり、その効力に規制を加えるものであった。 これを機に信長と義明の関係は悪化していった。元気3年10月、信長は義明に、電柱置き手書の徹底を求めるため、意見17か条を出した。その中では、義明のおうち書きの無断発給を問題視し、信長は同盟関係にあった毛利氏との交流も、監督下に置こうとした。元気4年2月9日、照本は義明からの推挙を得て、朝廷から、 右馬頭に任せられ、同時に室町幕府の昇番衆ともなった。これはモ本を与党に引き入れ、毛利氏の勢力を味方に引き入れようとする義明の工作でもあった。信長も義明の動きに対抗して、モ本に接近し、毛利氏との同盟関係を維持しようとした。義明は信長に対抗するため、6月に毛利氏に対して兵糧料を要求したが、モ本は、 信長との関係から支援しなかった。そして、7月18日に義明は、巻頭城の戦いに敗れ、刑から退去した。信長は照本に7月13日付の書状で、自身が天下を正筆し、将軍家のことに関しては、照本と万事相談して、その結果に従うことを約束している。義明追放後、照本と信長の関係は続いた。そのため、 9月7日付のおうち書きでは、毛利氏が信長と婚意にしていることや、かつて、毛利氏が将軍家をおろそかにしないと提出した、起承文が保護にされていることが批判されている。他方、照本が秀吉に宛てた同日付の書状では、信長と義明が和解し、義明が家に帰還できるよう仲介を試みている。照本はまた、義明と信長の和解を仲介する代わりに、 田島山梨の支援を受けて、反抗を続ける天越残党に対抗するため、小田氏に田島への侵攻を要請しており、信長も同意していた。寺本にとってもまた、小田氏との同盟は両国を守るためには重要であり、義明のために信長と敵対して上落するより、信長の力を利用する道が最適であった。他方、寺本は、信長と義明の仲介も諦めておらず、 両者の関係を取り持つため尽力した。天正元年11月、義明が泉の境に落ち着くと、信長からは、橋場秀吉と朝山日常が、照元からは、安国自衛系、林修長が派遣され、5日に、双方の死者は共に義明と面会し、信長と和解した上での帰郷を説得した。信長自身も、義明の帰郷を認めていたが、 義明が信長からの人質を求めたため、交渉は決裂した。照本は、義明の処遇に関して、信長と義明を仲介したが、それは決して、室町幕府復興のために尽力したわけではなかった。照本が恐れていたのは、追放された義明が、毛利氏の両国に下校し、小出しと全面戦争に突入することであった。信長もまた、 義明の追放で、機内が動揺している今、テルモトが義明を報じて、小田氏との全面戦争に踏み切ることは避けたかったと考えられる。うっきたなおえテルモトと信長の関係は依然として保たれていた。だが、信長は、毛利氏との全面戦争は避けていたが、毛利氏を牽制するために重要な布石を打った。それは、天正元年12月に、浦上宗影に、備前、 はりま、みまの統治を認める主因状を出したことであった。浦上宗影は、備前、はりま、みまに広域的権力を保持し、永六末年から毛利氏と交戦していたが、元気三年に毛利氏に従属する形では僕していた。それゆえ、浦上氏は毛利氏の従属下にあり、備前、はりま、みまは毛利氏の両国であると考えられていた。 だが、信長が胸陰に、備前、張馬、三坂の統治を認めたことは、毛利氏にとっては想定外であった。備前、張馬、三坂が、毛利氏の両国であるとするならば、所領の安堵は、照本の権限であり、信長にその権限はなく、信長の行為は、備前、張馬、三坂を、小田氏の文国に加えるに等しい行為であった。照本と同様に、 浦上宗陰と対立する、浮北直家にとっても、宗陰の備前、播磨、三正坂における、統治権を認めることはできなかった。直家は、英六十二年以降、宗陰の従属下を脱して、ほぼ大統の関係にあったが、信長の心情によって、宗陰の備前、播磨、三正坂の統治権を認めるということは、宗陰の支配下に入ることを自ら認めることにほかならなかった。 天正2年3月以降、宇喜多氏が、浦上氏と敵対関係に入ると、5月に照本は、直家への支援を表明した。照本としては、胸影の毛利氏への態度が、二点三点して、不信感を募らせたことや、宇喜多氏が信長の勢力拡大に対する、傍聴廷の役割を果たすと考えたことが、直家への支援につながったと考えられる。一方、胸影は、 テルモトやナオエに対抗するため、毛利氏と長らく敵対していた大友氏から支援を受け、さらに、毛利氏から離反した、ビッチューの三村元も家と連携しようとした。三村氏は、毛利氏に、軍事的には従属していたものの、自立性の高い国人領主であった。元親は、父で先代の当主、家エチをナオエに殺害されており、テルモトが、その、ナオエの支援に踏み切ったことが、 毛利氏からの離反につながった。また、元親は、浦上氏を通じて、信長から支援があると考えていた。ただし、元親のおじ、近重は、毛利方に留まっており、毛利氏の調略があったと考えられている。天正3年6月、毛利氏は、三村元近を攻め滅ぼし、同年9月には、浦上宗影が、巨城、天神山次郎から追われて、針馬に逃れ、 この軍事衝突は毛利氏の勝利に終わった。三村氏の丘陵は毛利氏が直接的に支配する地域に入り、照元は元なりを上回る領域支配者となった。他方、浦上氏や三村氏が期待していた信長から援軍は送られなかった。信長は毛利氏を牽制したものの、毛利氏との断交はまだ早いと考えており、表面的に継続していた。 軍事同盟を維持する形を取った。照本は、備前、張マ三正を、小田氏の両国に組み込もうとする信長の目論みを砕こうとしたが、信長との直接対決は望まず、あえて信長の衆院上発給に反発した直家を、胸影と戦わせる道を選んだ。照本は、小田氏との軍事同盟を維持する道を選んだが、その過程で、 毛利氏に長年付き従ってきた三村氏の離反もやむを得ないと考えていた推測される。とはいえ、浦上氏の両国が消え、うっき氏の両国を含む毛利氏の両国は、小田氏の両国と直接協会を接することとなった。これにより、信長との対決は目前に迫った。田島では、山梨が甘子勝久、山中高生ら天子氏残党を支援し、毛利氏と敵対していた。 かつては、小田氏が、毛利氏救援のために、田島に出兵したこともあった。他方、信長は、毛利氏にとって、敵対勢力であるはずの天腰残党に対して、柴田勝家を通じて密かに接触を図っていた。天正3年1月、照本は、天腰を支援していた、田島の山名雄豊、行広志不死との同盟、いわゆる芸田だ氏同盟を成立させた。一方、 信長は高陰に宛てた7月6日付の書状で表面的にはゲイただし同盟の成立を認めているが、田島を小田氏の文国にしようとしていた思惑を隠しきれていない部分もある。田島山梨は、天正元年11月に稲葉山梨の山名報告が毛利氏に従ったことにより、毛利氏に苦戦を強いられていた。また、小田氏の勢力が田島に浸透することで、 山梨の田島国主としての地位や稲葉に対する総主権を否定されることを嫌ったと考えられている。照元も田島を小田氏分国にしようとする信長の野心を察知し、天正2年以降に信長の介入で勃発した浦上市と三村市との争いや、加えて信長が天子市と接近しているのではないかという疑心もあり、あえて山梨との同盟の成立に踏み切ったと考えられる。 ゲーただ同盟の成立により、テルモトは田島を毛利氏の影響下に置いた。とはいえ、ゲーただ同盟成立後も、田島の大の将氏ら天子報告人は屈服せず、内乱が続いた。また、ゲーただ同盟の成立により、天子方の山中高生は、山梨の支援を受けることができなくなり、6月に稲葉国の若桜、鬼ヶ城を攻略し、拠点を移した。 これに対し、同月に照元は、元春と高陰に大軍を持って、稲葉に進攻させ、8月に、毛利軍は、若桜、鬼ヶ城を包囲したが、山陽方面で、小田氏との緊張が高まったこともあって、10月に、若桜、鬼ヶ城の周辺に、多数の付け城を築いて撤退した。天正4年2月、将軍、足利義明が、木の国の畑山領を経て、 毛利氏両国の貧乏国、共に同座してきた。同月8日には義明は元春に命じて、テルモトに幕府の復興を依頼した。だが、この同座は、毛利氏に何一つ連絡なく行われたものであり、信長との同盟関係上、義明の同座は避けなければならない事態であり、テルモトはその対応に苦慮した。テルモトと信長は、先の軍事衝突後、 同盟を維持する方向で話を進めていた。ところが、信長は、針馬に逃れた、浦上宗影を庇護して、軍事支援を行い、先の衝突では、浦上氏、三村氏の支援に、消極的だったにもかかわらず、一転して、方針を転換させ、毛利氏との軍事対決も辞さない態度を示した。また、先の衝突が信長の予想に反して、早期決着したため、信長は、 毛利氏と浮田氏の同盟を警戒するようになっていた。さらに、天正3年以降、信長は、毛利氏への包囲網を構築するため、この江崎久を九州に下校させ、大友氏、伊藤氏、相良氏、島津氏の和議を図ろうとしていた。テ本と信長の関係は悪化していたとはいえ、表面上両者の同盟関係は継続されており、毛利氏が吉明を受け入れないことは、 信長とも約束されていたことで、それを破ることは重大な配信行為であった。だが、義昭の下校は、先の衝突以降、浦上市の両国という干渉地帯がなくなった両者の軍事的緊張が高まっていた中で、決定的な亀裂を生じさせた。義昭自身は信長が胸影に、備前、針間、未まさの統治を認める、主印状を出したことや、胸影が針間へ逃亡して、 以降の対応から、信長の照トに対する逆信は明確であると述べており、同盟はすでに破綻していると考えていた。照トは、信長と義明との間に揺れ動いた末、4月に義明の要請に応じ、5月7日には、反信長として立ち上がり、13日に両国の諸将に義明の命令を受けることを通達し、西国、東国の大名らにも支援を求めた。 これにより、輝元は、信長との関係を断ち、小田氏との同盟も破棄することとなった。輝元自身も、信長の両国への介入から疑心に借り立てられ、信長との関係修復が困難であると判断したと考えられている。輝元は、吉昭の庇護を決めると、共に御所を提供して保護した。輝元に庇護されていたこの時期の室町幕府は、共幕府とも呼称される。 吉明を筆頭とする、友幕府は、かつての奉公衆など、幕臣やお出しと敵対して追われた大名の指弟らが、集結し、総勢100名以上から構成され、信長も無視できない勢力であったという指摘もある。輝元自身も友幕府において、吉明から将軍に次ぐち至る、副将軍に任じられている。この時、輝元は吉明から、足利氏の家紋たる切りも与えられた。 テルモトがヨシアキを共に置いて庇護することを決めたことは、諸国の情勢に大きな変化を与えた。ヨシアキは、テルモトの庇護を受け、反信長勢力を救護し、幕府の復興に尽力した。4月、テルモトがヨシアキを庇護したのと、同時期、小田市と大阪の石山本願寺と和議が破れ、戦闘が再開された。石山本願寺は、奇州の最下襲の援軍も得て、所詮は、 織田軍に勝利を収めた。同月、照本と同様に、信長と同盟関係にあった北国の上杉、謙信が本願寺との和平交渉を開始し、5月中旬に講和を成立させた。謙信が本願寺と講和した背景には、義明が照元の庇護下で共に落ち着き、義明自身も謙信に幕府最高の援助を求めたからだとされる。 謙信と本願寺との講話によって、毛利氏、上杉氏、本願寺による三者同盟が結成され、第三次、信長法移毛が築き上げられた。5月になると、照本は謙信に上落を呼びかけ、6月に謙信は、高影に対して、来春には上落するように伝えている。また、吉明も6月に剣信と会の武田勝頼に使者を出し、照本と力を合わせて、 信長を打つように命じている本願寺は初戦に勝利を収めていたが、5月に信長、自らが出陣すると劣勢となり、やがて石山を水陸から織田軍に包囲された。本願寺は寺本に支援を求め、寺本も反信長同盟が崩れることを危惧し、救援を決めた。寺本は本願寺救援のため、村上水軍などからなる毛利水軍を派遣し、 小田軍の海上からの包囲を破ろうとした。七月十三日、毛利水軍は、小田水軍を大阪湾木津川川口で破り、本願寺に、兵糧や武器など物資を運び入れることに成功した。この戦いで、小田水軍は、毛利水軍の放落といった火記に対抗できず、真鍋佐田ともら水軍の将が多数撃たれるなど、大きな損害を被り、蹴るもとは強力な海軍力を背景に、 瀬戸内海一帯の政界権を放置した。天子軍は稲葉国内において孤立し、天正4年5月頃に若桜、鬼ヶ城を退去し、天子氏の勢力は稲葉国から撤退した。天正5年12月、小田方の橋場秀吉が、宇喜多直家の市場である、張馬国光月城を攻略すると、天子勝久と光帝がその城に入った。天正6年2月中旬、 日城の別所長春が信長に反旗を翻し、毛利氏に味方した。照本はこれを後期と見て、4月に元春、高景らに大軍を持って、針馬に進軍させ、自身も備中高松城に入った。その後、同月18日に毛利氏は天古志山島が牢城する、高月城を包囲する。5月、小田方の秀吉が荒木村重らと共に一万の軍を率いて、 光月城の救援のため、高倉山に布陣した。だが、6月に、毛利氏は高倉山で、織田軍を破り、諸社山まで撤退させ、光月城は、孤立無援の状態になった。そのため、7月5日に籠城していた天子コ残党は、降伏し、毛利氏は、城兵の除名を条件として、天子勝久及び弟の宇久は切腹させ、多,多数の者を処刑した。 山中高生は許され、照本の在陣する備中高松城へ連行されたが、その途中で殺害された。高月城の戦いの勝利により、照本は、秋、須尾、長戸、備前、備中、微後、三正か、稲葉、高貴、出雲、沖、岩見のみならず、佐抜田島、張馬、武前の一部を領有し、元なりの時代を遥かに上回る領土を支配する大名となった。 また、照本は、足利義明を擁して、友幕府を庇護することで、副将軍としてその名を天下に知らしめ、陸海の戦闘で、小田氏に勝利し、信長に対抗しうる最大の勢力となった。天正6年10月、摂津国を支配していた荒木村重が、小田氏に反旗を翻した。照本は6月の時点から村重に調約を進めており、それが成功したのであった。 また、村重は信長から、摂津の支配のみならず、張馬の諸勢力との取り次ぎも任されていた。村重の離反は、張馬の諸勢力が、毛利氏に同調する契機となり、沖の小寺氏、四方の串橋氏、野間の有田氏、長水の宇野らが、毛利氏側についた。村重の元には、黒田義隆が説得に赴いたが、逆に幽閉されている。これにより、照本は、 ハリマを混乱状態に追いやり、その影響力をハリマに浸透させた。だが、テル元には、ウキタナオイエの存在という誤算もあった。ハリマの諸勢力の中で、辰野ノの赤松広秀やオキシオの赤松のリフサも、毛利氏に味方したいと申し出たが、ナオイエが反対したため、両者はウキタ勢が攻略することとなった。ナオイエが反対した理由に関しては、赤松氏の領土が、 武器田市の領土に隣接しており、その支配下に置いておきたかったからだとされる。11月4日、照本と本願寺に対して、朝廷から信長と講和するよう、大木町天皇の勅命が下された。信長としては村主家を再三説得するための、時間稼ぎであったが、両者はこの勅命による講和を拒否した。このような状況した、寺本自らが軍勢を率いての上落が、 計画されるようになった。吉明は村重の調略に関与していたが、照本に11月24日付の元春宛所上でこの木を逃さずに上落するように命じている。この時、同盟関係にあった武田勝頼からもすぐさま上落を求められている。12月、照本は出陣を決意し、毛利氏有利のこの後期に乗じて上落しようとした。そして、 テルモト出陣の日は天正7年に1月16日と定められ、諸将に加齢された。テルモトはそれに伴い、武田勝頼に徳川家康を攻撃し、小田氏の兵力を引きつけるよう要請している。だが、テルモトの上洛計画は期日を過ぎても実行には移されなかった。毛利氏有利の状況下にあるにもかかわらず、上洛計画が実行に移されなかったのは、 大友義茂にそそのかされた、市川元京や杉重義による無反が勃発し、毛利氏内部が動揺していたことにあった。また、備中、三魔坂の国人領主に対して、信長の調略の手が伸びていたこともあった。寺本に対して、その上落を反対したのは、高影であったと考えられている。寺本が、祖父、元成の支配地域以上の領域を手に入れ、 将軍、義明を庇護する副将軍として、右頂点となり、信長の調略や、家中の謀反も帰り見ずに上落を考えている姿を見て、高陰は危機感を覚え、これ以上の戦線拡大は危険と判断したからだと、される。結局、照元は高陰の説得を受け入れ、上落を断念した。義明からその後も再三にわたり、出陣を命じられたが、 テルモトが動くことはなかった。テルモトが上落を断念したことは、ビーゼンのウきキタシ、放棄の南城市といったオ田シとの境界最前線に、立つ領主たちに動揺を与えた。彼らは、毛利氏がその権益を守護してくれる存在として、オ田シとの戦いで最前線に立って戦ってきた。だが、テルモトが上落を断念したことは、テルモトがオ田シを恐れ。 家臣団を団結させる能力が欠如しているという認識を与えた。天正7年6月前後、備前の浮気か直江が信長に通じて、毛利氏から離反した。直江が毛利氏から離反した理由に関しては、照本が上洛を断念したために、針前進出する野望が実現できなくなったこと、加えて、信長から備前と三まさかの領有を確約されたことにあった。 直江の離反により、毛利氏と織田氏の争いは、織田氏有利に傾いていった。同年9月、放棄の南条元次が、宇喜多氏に続いて、毛利氏から離反し、小田方に着いた。南条氏は、山梨の下で守護大を務めるなど、放棄を代表するような国人であった。だが、照本の上落断念により、宇喜多氏と同様に、織田氏との最前線に置かれていた南条氏に対する、 毛利氏の支援に不安を覚えたために、小田氏に通じることとなった。南城氏の裏切りにより、西法紀と稲葉、田島を結ぶ連絡ルートが遮断され、田島の毛利法勢力は、小田氏に抵抗を断念せざるを得ない状況となった。田島同様に、西法紀とのルートを遮断された稲葉でも、翌年から橋場秀吉による攻略が進められるようになった。 備中高松城の水攻めてる元が上落を断念したことは、自らが救援するはずだった、三木の別所市、摂津の荒木村重のみならず、大阪の石山本願寺をも見捨てることを意味していた。天正6年11月6日、毛利水軍は本願寺に物資を運び入れるため、石山に再び来園したが、久喜吉高の鉄鋼船を用いた、小田水軍に敗北を喫した。以後、 毛利氏は、淡路島伊勢の政会権は保持したままであったが、大阪湾は、小田水軍に封鎖された。本願寺は、照本自らの援軍も見込めなくなったこともあり、次第に戦況が不利となっていった。また、照本と同盟関係にあった、上杉謙信が、天正6年3月に死去すると、その二人の養子、上杉影勝と上杉影虎が後目を争う。 尾立の乱が勃発した。天正7年にこの乱を制した継承もまた、信長との交渉を継続したが、上杉氏は、北陸方面で大きく、勢力を減退し、信長方移毛が和解し始めてきた。天正7年9月、照本の上落による援軍を当てにしていた、荒木村重は、小田方との戦いで不利に陥り、有岡城から退去を余儀なくされた。また、 同年11月に有岡城が落城し、その他諸城も織田方の手に落ち、村重は毛利市領国へと逃亡した。天正8年1月、織田軍の橋場秀吉が三木城を長期にわたって包囲した結果、三木城は海城、別所長春は自害した。それを受けて、3月には本願寺は織田氏との直命による講和に応じ、県与良は石山を退去することとなり、 津における毛利方勢力は壊滅した。さらに、5月までに、田島の毛利方勢力も、お出しに降伏した。また、同年は、備前においても3月に、貫川崩れ、翌4月の虎総合戦における、加盟崩れで、浮き勢に対して、相次いで敗北し、備前からも手を引かざるを得なくなった。これらの敗北により毛利勢の体調は、明白となり、 国人層の離反も相次ぐようになる。天正8年5月、秀吉は、針馬を平定し、針馬の毛利法勢力も壊滅した。その後、同じく、田島を平定した弟の秀長と合流し、稲葉へと進行した。秀吉は稲葉の諸城を落とし、同年6月には、稲葉守護の山名報告は、降伏を余儀なくされた。同年8月、 照本が、吉川元春を主力とする軍勢を南城市に向けると、稲葉では、報告の家臣らが、毛利氏に内通し、報告を鳥取城から追放した。その後、毛利氏は、名称、吉川教家を常盤として、稲葉に派遣し、天正9年3月に鳥取城に入城させた。だが、同年7月から秀吉は、鳥取城の兵糧攻めを開始したため、 木内は深刻な氷楼不足に陥り、同年10月に京へは、自害を余儀なくされ城は開城した。天正九年七月五日付の岩見銀山、納書港注文によると、大森銀山の納書港は一年分合わせて三万三千七十二巻、銀数に換算すると三千六百五十二枚であった。毛利氏が足利義明を報じて、織田信長と天下を競うほどの勢力を誇った。 要因に、この大森銀山に支えられた、経済力があったのである。天正10年3月、照本と同盟関係にあった会の武田勝よりもまた、公衆性罰で、小田氏に敗れ、自害した。武田氏の滅亡、上杉氏の衰退により、信長法移網が瓦解し、照本ら毛利氏はさらに不利な状況に追いやられた。また、 テルモトは四国の長祖壁元地下とも同盟関係にあったが、信長は長祖壁氏討伐のため、三男、織田信隆に四国への出兵を準備させていた。4月、秀吉が備中に進行したが、毛利氏の軍事動員能力は天正4年から7年、続いた戦いで限界に達しつつあり、備中諸城には毛利氏の支援もなく、落城するか調略されるかにより降伏した。 そして、同月に、毛利氏の中心で有名を馳せていた、清水総司がこもる備中高松城を攻撃し、5月には、水攻めを行った。同月、照本はを受けて、元春、高影らと共に、総勢5万の軍勢を引き、高松城の救援に向かった。そして、照本は猿係長に婦人し、高松城に近い岩崎山に、元春、その南方の西佐山に、 高影を婦人させ、秀吉と対峙する。だが、照本らは、積極的な行動を起こせず、5月21日になって照本は、元春と共に、小田勢と対峙する一日を移したほどだった。援軍としてやってきた毛利氏が動けなかった、理由としては、秀吉の毛利水軍に対する調略により、4月10日前後に、苦島水軍と四枠水軍が離反したことにあった。 これにより、毛利氏は、政界権を失い、陸路からのみの補給に頼らざるを得ず、そのために絶望的に物資が不足しており、照トの本陣でさえ物資が不足するありさまであった。また、毛利勢は水攻めにされた高松城に対して、船を使って物資を救援しようとしたが、その船すら入手できない状態であった。その上、5月末には信長自らが、毛利氏討伐のため、 慶の本能寺で、備中高松城に赴く準備をしており、毛利氏は危機的な状況に陥った。豊臣秀吉6月2日、高松城攻防戦の最中、信長が慶において、明智光秀によって撃たれる、いわゆる本能寺の変が発生した。いち早く情報を得た秀吉は、光秀の無本による信長の死を秘密にしたまま、毛利氏との和睦を模索し、 韓国自衛権に働きかけた。テルモトラ毛利側は秀吉から、毛利氏の諸将のほとんどが調略を受けていると知らされ、疑心暗鬼に陥り、講話を受諾せざるを得なかった。6月4日、備中高松城は、講和により解除し、城主の清水総次らは切腹した。また、中国地方の毛利氏支配領域に関しては、秀吉が当初活情を要求していたみまさか、 微中、放棄、出雲、ビンゴ5カ国から、未まさか、微中、放棄の三国を活上することで妥協された。ただし、この時結ばれたのは当面の戦闘を中止するとした、停戦協定に過ぎず、照元と秀吉の講和ではないとする見方もある。照元は、信長の突然の推し、清水総司の犠牲と引き換えに危機を脱する形となった。 秀吉はその日のうちに撤退し、毛利方が本能寺の返報を入手したのは、その翌日の5日であったことが、義の最が州からの情報であったことがテルのいとこ、吉川広家の覚書から確認できる。この時、元春などから秀吉を追撃すべきいう声も上がったが、高影が聖師を交わした以上は、講話を遵守すべきと主張したため、テルも追撃を断念したとされるが、 兵力から言っても、毛利の中国大前進、大追撃は無理であったのが実情である。6月9日、信長の死を知った義明は高影に対し、帰郷するために、備前、針馬に出兵するように命じたが、輝元は、講和を遵守して動かなかった。毛利氏は、上方の情報収集は言ったが、両国の動揺を沈めることで、精一杯であり、進行する余裕はなかった。 6月13日、秀吉が山崎の戦いで光秀を破ると、照元は秀吉に戦勝を祝うため、暗黒寺家系を使者として派遣した。だが、照元は、秀吉の戦勝を祝したものの、諸方面の戦闘では譲らず、三ま坂かと伊予では、橋場方との戦闘を継続した。また、秀吉と柴田勝家が派遣をめぐって、火花を散らし始めると、照元は、 双方から味方になるよう誘いを受けた。この間、義明は勝家から自身の帰郷の約束を取り付けると、毛利氏に勝家を支援させるように動き始めたが、照本は両者の構想を生還し続けた。天正11年3月、勝家が大見に出陣すると、照本と共に秀吉を攻撃しようとし、義明に勧めて、照元に出兵を督促させた。これを受け、 4月に吉明は毛利氏に柴田方に加勢し、秀吉を攻撃するように命じた。だが、照本はどちらが勝利するか判断できないという、元春や高影らの意見を重視し、両者との通行を維持して、情勢を見極める方針を打ち出した。同月、秀吉が静ヶ岳の戦いで勝家に勝利すると、秀吉は毛利氏に対して強硬な姿勢をとり、 最新行をほのめかすようになった。秀吉が恵計に宛てた5月7日付の書状では、照本に、美まさか、備中、放規の三国を割上することなどを条件に講和を迫り、もしこれを拒否した場合は、毛利氏を滅ぼす、という旨が記されており、照本に決断を迫った。照本は恵計から説得を受けたものの、元春や高影が、領地の割上に反対し、 国境の確定交渉は難航した。加えて、活情を求められたみまさか、微中、放棄の三国では、毛利支配下の国人たちが、領有地域からの退去に抵抗し、その説得のためには安易な妥協はできなかった。みまさかでは、毛利支配下の草刈氏や中村氏が、浮北勢の侵攻を撃退しており、照本自身は、秀吉との軍事衝突に突入しても骨格に、 戦えると判断していた。だが、エッケーは、秀吉と戦闘に入った場合、9月16日付の書状では、127.8は負けると判断しており、照とに軍事衝突を避けるように説得し続けた。天正12年1月、秀吉は、毛利氏との講和交渉が進まないことに激怒し、明け渡し対象の毛利氏書状の攻撃を示唆したばかりか。 また、講和の条件を、みまさか、びっちの三国の割動ではなく、当初のみまさか、びっちゅう、ほうき、出雲ビンゴの五カ国割動に立ち戻ると脅した。前年10月にテルモトは、叔父の小早川元武里、元春の三男、吉川京子とを、毛利氏の人質として提出していたが、これは秀吉からすれば、毛利氏の一時しのぎとして見なされていなかった。 この時、秀吉は徳川家康や織田信夫との関係が悪化しており、照本が軍を率いて上落し、背後から毛利勢が襲ってくるのではないかという心配にも、かられていた。秀吉は毛利氏が参戦するのを恐れ、小牧、長久手の戦いの間もずっと、浮田秀家や稲葉州に警戒させていた。毛利氏もまた、この小牧長久手の戦いに対してはどちらかといえば、 中立的立場であり、積極的な介入は行っていない。同年11月、秀吉と家康、信夫との講和が成立し、秀吉はさらに強大な勢力を持つようになった。照本は秀吉が東海から引き上げて西国へと転向し、毛利氏両国へ進行することを恐れるようになった。また、同年秋には、備前、三坂での戦闘は終結し、 毛利支配下の国人たちは退去しつつあった。天正13年に1月、テルモトは、秀吉との国境確定に応じ、毛利氏は、秋国、備後国、スオ国、長戸国、岩見国,国、出雲国、沖国7カ国に加え、備中、放棄領国のそれぞれ西部を領有することとなった。テルモトは、祖父以来の領地の多くを認められ、 その所領の総国高は120万5000国となり、徳川家康、織田信夫らと並ぶ大名となった。こうして、照本は、秀吉と正式に講和し、天正4年から続いた毛利氏と、職法政権の戦闘はようやく終結した。奇襲攻め天正13年3月、秀吉は、根頃州などを討伐するため、奇襲攻めを行った。このは秀吉に協力し、 毛利水軍を奇襲へと派遣している。四国攻め天正13年5月、テルは、秀吉の長祖壁氏に対する四国攻めに協力し、小早川高陰らの軍勢を伊予に派遣した。その兵力は3万から4万に及んだという。テルはかつて信長に対抗するため、長祖壁元地下と同盟を結んでいたが、秀吉との講和により解消されていた。また、伊予には、 毛利氏と長らく友好関係にあった河野氏がおり、土佐一条氏の信仰に対して援軍を出したこともあった。そのため、秀吉の四国遠征に協力することは、長我壁氏のみならず、河野氏との断交も意味していた。だが、もう年家中には深刻な問題が発生していた。それは秀吉に割上した領地を支配していた、毛利支配下の国人たちに対して、 新たな窮地をどうするかという問題であった。照本はこの問題を解決するため、秀吉の四国攻めに協力したのであった。四国攻めの結果、8月に元親は降伏し、長祖壁氏の領地は土佐一国となり、活上されたは、佐抜伊予に関して国部が行われた。その結果、伊予から河野氏が上風され、照本敗下の高影小早川秀勝。 安国自衛系、苦しも道塞、徳井道行らにずつが割れた。また、この間に秀吉は、朝廷から関白に任命され、豊臣政権が成立した。九州攻め天正14年8月、照元は、秀吉の島津市に対する九州攻めにも参加した。これは、島津市が大友氏の本領、文後へと進行し、秀吉の出した総武事例に違反したことにあった。だが、 毛利氏は、大友氏に対抗するため、島津氏とは、この九州ゼメより以前から友好関係を保ち軍事同盟が成立していた。また、義明がその間を仲介し、本能寺の変後も、義明の使者として、柳沢玄星が下校しており、照本自身も厳正宛の書状で、サッこなた手合わせの議官入りと記している。つまり、 秀吉の九州攻めに参加するということは、皮肉にも宿敵であった大友氏を助け、良好な関係にあった島津氏と戦うということであった。照本は4月に秀吉から出陣要請を受けると、8月に自身は秋より月末には小早川高景が伊予国より吉川元春が出雲国よりそれぞれ九州に向けて進発した。そしてテ本は、 文後へ到着し、先方を任され、毛利勢は、島津勢と交戦した。天正十五年三月、真瀬原作が秀吉の計らいで、離病した照本を診療して回遊させている。天正十五年五月、島津氏が降伏し、六月に秀吉は、九州国分を行った。その中で、毛利氏の両国の転換を行おうとし、備前、後期、貧乏、伊予を就航して、 武前、畜前、畜語を、肥後語を代わりに与えようとした。だが、照本は、祖父が早い時期に進出した貧後が含まれていたことから、納得せず、秀吉は、伊予以外の修行を断念し、高影を伊予から畜前、畜語に移すことを提案した。高影は、戦乱で荒廃した畜前、畜語を与えられても、区役を果たすことはできないことや、自身が、 毛利氏から離れることが輝元を見捨てることにつながると、この案にも反対した。結局、同年に筑前一国と筑後、非前は高影にあてがわれ、高陰は毛利氏の経営から離れることとなった。また、九州税務の最中、輝元を支えてきた吉川元春、元長府氏が病で死去し、毛利両川の体制が崩れることとなった。 上洛と秀吉への新獣転生16年7月19日、照本は、主な家臣を連れて、大阪に到着し、浜の町の布屋に入った。この時、吉明の使者、牧藤明光が訪れ、照本に、金病風一隻、尊二十家、魚十折、片びら二十が贈与された。その後、同月22日に、京都に到着した照本は、 マナセ・ミの屋敷に無意境を受けている。この時に、テルモトから道チに衆議として、銀数100枚、妻の解析に銀ス30枚が使わされている。24日には、秀吉と、受楽台で対面した。そして、同月25日にテルモトは代理に参大し、御用税天皇から天杯を頂戴され、14人した、自重に任官した。 さらに28日には参義に転任した。これにより、照トは、聖家家の価格を持つ大名として扱われ、阿孫として、秀吉の喪失した抗議の序列に入った。また、秀吉から、豊臣生と橋場の名字を貸しされ、橋場秋祭章と称されるとともに、完全に秀吉に侵入した。8月27日、照トは帰国のため、秀吉の受落大を訪問した。 9月10日、テルモトは、浮キ秀家に招待され、大阪の屋敷を訪問した。この場には秀吉も臨席した。その後、同日にテルモトは、暗黒寺衛権や細川雄斎と共に吉明の元を訪れると、吉明から多年の中高を謝され、階級団にも及んだという。9月12日、テルモトは、大阪を出港し、秋へと帰還した。 天正17年4月以降、照本は当時の交通の要衝である大田川の三角州に広島城の築城を開始した。広島城は照本が上落寺に見分した樹落大や秀吉の居城、大阪城に眼下されて築城されたものである。また、この城は豊臣政権の強い影響下で築城されたという見解もある。他方、この城は 大田川の三角州を開拓することにより、毛利氏両国の首都機能を集約する意図があったとされ、寺本の意向で築城されたものであって、豊臣政権の影響下で築城されたものではないと、する説もある。天正18年2月、秀吉が御法上氏に対する小田原征罰で、関東へと赴くと、寺本は、その留守を守るため、京都警護を務めた。 天正19年3月、照本は秀吉より治療目録を与えられ、112万国の所領を安堵された。また、同月には、広島城がおおむね完成し、照本は長年の毛利氏の居城であった、吉田郡山城から広島城に移った。秀吉の樹落台や大阪城を模した、この城は毛利氏領国の首都機能を集約し、 テルモトの権威を象徴するものとなった。文禄元年2月、テルモトは、秀吉の朝鮮出兵に応じ、朝鮮へと都会するために、広島城を出発した。その後、4月に、小西行長が先人として、朝鮮に入ると、諸将もそれに続き、テルモト率いる3万の軍勢は6番隊として、朝鮮に入り、5月に星州に布陣した。6月、テルモトは、 開き安氏に陣を進め、5番隊と連携して、日本軍連絡船の守備についた。会場陥落後、諸将は、ハンスンで軍議を開き、各方面軍による、八道国割と呼ばれる、制圧目標を決め、テルモトは7番隊として、継承道を制圧することとなった。テルモトは、同月の茂げる系の戦いや、8月の第一次、青州城の戦い、 9月の第二次青州上の戦いなど継承道において朝鮮軍と激戦を繰り広げた。文禄2年3月、日本と朝鮮の援軍たる名との間で講和交渉が進められると8月にテルモトは朝鮮から帰国した。文禄4年7月、秀吉のおいで関白豊臣秀治が高野山で切腹させられる、いわゆる秀治事件が発生した。この事件は、 テルモトと秀次がかつて交わしたという制約が発端となっているとされてきた。しかしながら、オゼホアンの対抗期に記されているようなテルモトと秀次が生死を交わしたとする確証は存在しないとする反論がある。同年8月、テルモトは秀次事件を克服しようと考える秀吉より、徳川家康らと共にご退労に任じられた。この時、テルモトと秀次との制約が、 先の事件の発端となったため、大きて五箇条が発令され、初代名館の縁組、制約が全面的に禁止された。同年10月18日、長らく実施がいなかったテルモトに、着子秀成が誕生した。だが、テルモトはいとこである秀本をすでに養子としており、秀吉からもテルモトの後継者として認められていたため、その処分が問題となった。 慶長2年2月、秀吉は、民との和平交渉が決裂したことで、再度の朝鮮出兵を命じ、西国諸将に動員令が発せられた。だが、照本はこの時病身のため出陣できず、養子の秀本が代わりに出陣した。この時の兵力は、文禄の役と同じ3万であり、秀本もまた、照本と同様に各地で奮戦している。徳川家康慶長2年6月、 残された両家はなっていた小早川高影が死去した。小早川家臣は、養子の小早川秀明に仕えることを良しとせず、毛利本家に帰参した。しかし、これらのものの中には帰参したはいいが、もう年家中では、戸ざましされてしまうことを嫌い、出本する者も,も多く出た。高影の重臣であった、うか元時も出本を企てたため、照元は、元達を殺害した。 また、高影の死後、三原など、もう年へに返還される所領の処理も問題となった。加えて、寺本は、実子の秀成が生まれたため、秀成を後継者とする代償として、養子の秀元に領地を分け与えなければならなかった。慶長3年8月1日、秀吉はこの問題の処理のため、秀元の旧地を、出雲、岩見の二国都市、高影の医療には、 吉川かわを移す意向を示した。だが、この裁定の直後、秀吉の病状が悪化したため、実行には移されなかった。同月18日、秀吉が大阪城で死去した。てるもとは、その際、臨重間近の秀吉から、伊じのとよと秀頼の補佐を託された。だが、秀吉の死後、初代名の間で、政治的構造が激化し、秀吉をうつ後に決められていた。 集団指導体制は否定され、多数発行策が展開されていった。8月28日、照本は五部行のうち石田三成ら四部行に対し、五大老のうち、秀頼への無本ではなくとも、五部行の意見の同意しないものがあれば、自身は五部行に味方して、秀頼に奉公するとした胸の気象文を出した。照本は、家康と五部行が敵対すると考えていた。そのため、 テルモトは、イエアスとゴブギョウと不和になった場合に際して、起承分通りにゴブギョウと連携するため、情報方面に兵を集結させていた。9月3日、テルモト、イエアスらゴ大老と、三成らゴブギョウは、起承分を交わし、何事に関しても一切の生死を交わさないと定めて、多数派工作を禁じ、諸大名の対立はひとまず沈静化した。とはいえ、 家康と五奉行の対立は依然として続き、五奉行は強大な軍事力を持つ家康に対抗するため、家康につく実力を持つモトを味方に引き入れようとした。そして、それは、秀元の諸遇、高影の医療問題をモト有利に決着させるため、秀吉の裁定を見直す方向につながった。その後、豊臣政権の取り次ぎであった三成は、秀元に、 吉川広家の所領である放棄、出雲、沖を与えて、広家を宙に浮いていた、小早川高景の医療に移す案を作成した。照本は、吉川氏の勢力を削減する意図を持っていたため、瀬戸内海の要所である三原を広家に与えることに、難色を示して、大大地を備中にする意向を示し、秀本も、長戸を与えられることを希望したが、 所要を移される広家はもとよりこの提案内容に反発し、三者三様の反対をした。にもかかわらず、慶長4年に1月に三成は、広家の大退治の決定を先送りする形で、この案を押し切った。石田三成慶長4年うるう3月、照本と同じ五大老の前田利家が死亡すると、福島正則、加藤清正七将が三成を襲撃した。三成は、 襲撃を逃れ、伏見町内の自邸に逃げ込んだ後、照本と連絡を取るようになった。その間、三成は照本に対して、大阪の喉元を抑えるため、天ヶ崎方面に陣を構えるように要請している。結局、この事件は三成が沢山城で隠居することで解決したが、この処分の決定には、寺本と同じく後大老の一人、上杉影勝による調整があった。 無論、モトと継承の両名二人で決定できるわけではなく、ご大老筆頭たる家康との調整も必要であった。同月21日、モトは家康と起承分を交わして、その中で家康を兄、モトを弟とし、事実上屈服した。だが、三成が失脚すると同時に、家康は自身と敵対する大名への勢力削減を狙い、 その矛先は輝元にも向けられた。4月、家康は三成が押し切った毛利子書領に関する決定の見直しを行い、秀吉の異名という大義名分を掲げ、秀元に長と及び、通往の一部を分配するよう輝元に迫った。だが、輝元は事故の権力強化を目指していたため、家康の強制とはいえ、それは受け入れられないことであった。6月、秀元には、 長と、諏訪義樹軍、秋、諏訪、貧乏の旧、保田たもときが,が与えられ、広家の所領をそのままに、高影の医療は寺本に返還されることになり、寺本、秀でもと、ひともにこの案を受け入れた。秀でに与えられた領地は、法期、出雲、おっきの三国の国高には、若干及ばなかったが、秀では、父の医療を引き継げたため納得し、元死へ中における、 秀元の諸遇問題は解決した。しかし、毛利氏の内部には、家康が家中の問題に介入し、それを許したという意恨が残った。テルモト自身もまた、自らを頂点とする一元的な支配体系の構築を目指してきただけあって、家中の問題を自分の思い通りにできなかったことを屈辱に感じた。そして、テルモトは、家康の権力増大を食い止める。 必要性を感じ、それが翌年の決起につながっていった。西軍決起と大阪城入城を継承5年5月、家康は上杉加月勝が上落を拒否したことを理由に、これを秀頼に対する無本として合図へと出兵した。家康が前年9月に大阪城に入城して以降、豊臣政権は家康が運営しており、照本も 継承討伐に対して賛同せざるを得なかった。とはいえ、照本は、継承ととも、石田三成襲撃事件の解決を二人で調整して、以降、強く結びついていたと考えられている。6月16日、家康は諸将を引き連れて、合図へと出陣したが、照本は、その直前に、広島へと向けて帰国した。照元は、広井へと駅景を出陣させたが、駅景は、 三成や大谷義嗣と会談し、家康に対する決起を決めた。7月、ついに三成が挙兵した。この時、三成は、義嗣の進言に従って、自身は総大将に就かず、家康に着く実力を持つモトを、西軍の総大将として擁立しようと画策する。モトも、駅への説得を受けて、総大将への就任を一門や重臣に相談する、ことなく受諾する。 そして、寺本は7月12日付の書状で5部業のうち、前田玄一、増田中森、長塚正家から上坂を求められた。7月15日、寺本は3部業からの書状を受け取るとすぐ、広島を出発し、7月19日には、大阪城に入城した。第5次、美保陰門屋と、義援の記した日記、義援受講日記7月19日上よると、 その兵力は6万であったという。それより2日前の17日、秀元は家康が今日起き政務を取っていた大阪城塞の丸を占拠しており、木内から家康の留守居役を追い出していた。大阪の徳川市勢力の動きを封じ、秀頼を手中に収めることは、西軍決起の計画の最重要行動の一つであったが、これは、照本の判断なしで、秀元が行える行為ではなく、 テルモトは17日の時点で在作化していたか、あるいは事前に、秀元に対して指示を出していたことになる。テルモトは大阪城に入城後、諸将から西軍の総大将に推挙され、名手として軍勢の指揮をとっていた。だが、関ヶ原の戦いの終結まで城から出陣することはなかった。四国、九州での展開九州に向けては、 当時、広島城に滞在していた、大友吉宗を吉宗の丘陵地である、文後国に派遣した。大友軍は、東軍の黒岳や細川家の九州留守巨軍と戦闘を行う。また、西軍方の毛利義成が、伏見城の戦いでの損害により、兵力を欠くこともあり、黒田方から防衛するためとして、照本の丘陵であった、武全国の吉成領を占領する。また、 八チスカイタルチンが東軍に参陣したことから、その父、火星の身柄を抑え、八チス家の両国阿波徳島城を、毛都市への軍勢に占領させる。東軍方で、領主不在であった、伊予国の加藤義明領と、東道高虎領では、故、小早川高景の旧進であった国人を、促し放棄させる。加藤領には、毛利軍が侵攻し交戦した。 東道領で放棄した国人は東道家に鎮圧されている。関ヶ原本線の敗北と大阪城大挙もとは、秀元と広家、江家を出陣させ、毛利軍は伊勢国あを津城を攻撃した後、9月10日に南宮山に着陣した。一方、同月1日に家康も江戸を出発して成城し、12日に岐阜に到着した。輝元は、 大阪城に留まっている間、家康の正常を阻止するために軍を南宮山に布陣させ、また離反者の情報を懸命に収集した。西軍の大名には離反の噂が飛び交っており、照本は夜景からその報告を受けている。だが、照本は小早川秀明が東軍に内通しているという報告も知らされていたが、最後まで対処できなかった。 一方、西軍が負けると判断していた、吉川博家は、黒田長政を通じて、毛利氏の本領安堵などの交渉を行った。そして、9月14日には、徳川方の本田忠勝や井直政が、広家や福原広都に対し、家康が寺本をおろそかにしないこと、両国をすべて安堵することを約束した、起承文を提出している。この時、 広家は、毛利氏の書将と協議せず、密約を結んだと言われている。9月15日、関ヶ原で西軍と東軍が激突したが、広家と秀明の裏切りで、西軍は敗北し、戦いは1日で終結した。南宮山に布陣していた毛利の大軍勢は、広家ら吉川軍に抑えられ、福原博俊が秀元の出馬をいめたりしたため、傍観する他なく、 東軍と一戦も交えずに大阪に撤退した。退却した毛利勢は、照本のいた大阪城には入らず、大阪市中に駐屯した。西軍壊滅の方が大阪に届くと、大阪城内の諸将の間では、主戦論と講和論が衝突した。照本には秀頼を要して、大阪城に籠城して戦うという選択肢が残されていた。また、 大阪には無傷で帰還した毛利軍や本戦に参加しなかった軍勢も多数存在した。一方、家康はモ本に対して、17日に両者の良好な関係を望むとの書状を送り、大阪城からの退去を促した。モ本もまた、19日に家康に返書を送り、所領安度に関してどうなるかを聞いている。9月22日付の気象文では、モ本が、 所領安どを条件に、大阪城西の丸からの退去する旨を記している。そして、9月25日に照トは、所領安どの起承文を受け取ると、秀元立花宗し島津義弘の主戦論を押し切り、自ら、大阪城西の丸から退去し、木津の毛利屋敷に入った。その後、照トは、四国、九州の毛利勢も順次撤退させている。 9月27日、テルモトと入れ替わる形で、家康が大阪城西の丸に入城した。その後、大阪城では、テルモトの顔が押された書状が多数押収され、テルモトが西軍と関わりないとの広井への弁解とは異なり、実際には総対象として、西軍を指揮していたことが明らかとなった。10月2日、家康は広井への説明が事実ではなかったことを理由として、 テルモトと交わした所領安堵の約束を保護にし、毛利氏は改役し、領地はすべて没収するとした。そして、家康はテルモトを改役した上で、改めて広家に、諏王、長戸の二カ国を与えて、毛利氏の家督を継がせようとした。しかし、広家は本家を見捨てることができず、10月3日に、テルモトが、西軍の首謀者でないことを、改めて弁解するとともに、諏王、 長戸二家国は照トに与えるよう嘆願した。良い直政もまた、家康に起請文を破ることへの不義を訴えたため、家康も照トの処遇を考え直した。10月10日、家康の命により、毛利氏の所領は、山陽、山陰八カ国から数を、長戸二家国の29万8千国に減報され、照トが保持していた、祖父以来の領地も多くが失われた。結局、 テルモトが隠居することにより、秀成が、巣王、長ナガトに過酷を安堵される形で決着し、毛利氏の改役は避けられた。同月、テルモトは提発し、法名を、幻安総売と称した。そして、着難の秀成に家徳を形式的に譲り、秀成が、初代の長州藩主となった。しかし、実際にはこれ以後も、発体のまま、 実質的な党首として藩に君臨し続けており、秀成との二党体制が敷かれた。また、照本は、豊臣期末には自らを頂点とし、助ケ玄ゲ二宮治さむ江本元吉、片田タ行長元いたら、様々な出自を持つ五人の照本出頭人が、両国統治を主導するという、一元的支配を構築しつつあった。だが、 江戸時代になると、照本が本国に在国し、一方の秀成は、江戸に在国ということが多くなるという二等体制により、江戸幕府との折衝が、豊臣家よりも重要性が増した。そのため、支配機構も変化を余儀なくされ、国元に在国して、照本を支える役職と、藩主、秀成に随従する役職の二元構造に移った。慶長十年八月、照本は、 傍聴元稿後、初めての帰国を許された。その際、家康が寺本の帰国許可を出すにあたって、領内の任意の場所に居城を築くことを勧めた。同年10月4日、寺本は帰国し、巣王国山口の格王寺を仮の居所と定めた。寺本は、領内の諸城の構築強化に努め、国境の築城も進んだため、居城の選定に着手した。原稿後は、 暫定的に山口の高根城を居城としていたが、高根城は海辺に面していない点が、近世城閣としては欠点であったため、別の候補地も探し、11月には、豊富の桑山を候補に選定したが、桑山は砂山で石垣を積み上げることが困難であり、接所もないことから決定には至らなかった。その後、追記の有力候補として、 阿武川の河口に位置し日本海にも面している長戸国の萩に白羽の矢が立ったが山陽道への往来が困難であり位置が領内の北端に位置している点が欠点と考えられた。ここに至ってモ本は追基地の選定に幕府の意見を求めることとした。慶長9年1月、モ本は福原博都市を江戸に派遣し、 広利氏はすでに江戸にいた国市元村とともにまず、毛利氏の取次ぎを務める本田正純の元におもき、傍聴両国の絵図を示し、候補である、諏国山口の高根、豊富の桑山、長戸国萩の茂津山のいずれを居城とすべきか意見を求めた。正純は国の知性や法学について詳しく、広利氏に質問した上で比較し、暫定的居城の高根城では、 ダメなのかと問うと、広都氏はその通りだと答えたため、桑山には接取がないこともあり、正角は、ところ柄の良い死月んを進めた。その上で、本田正信の意見も聞くように進め、もし上地の選定について妨害する者がいたとしても、我ら不死がいるため安心するようにと述べた。その後、広都氏と元倉は、本田正信、村越直吉に意見を聞き、最後に、 片田タガも連れて、城正重に意見を聞いた結果、萩野茂津さんに居城を築くことに決まった。そして、テルモトは、萩城の縄張りを再三誇示する、吉川広家に強く依頼して、2月18日に縄張り発を行い、築城がある程度進んだ11月10日にテルモトは、山口から萩城に移り住み居城とした。だが、萩城の不審は、 テルモトの入場後も続けられ、翌年の慶長10年には、城の東門の取り入れ、船入りの南区への石垣、北の浜辺の石垣等が完成する。幕府は築城の規模を極めて小さくするように、指示していたが、最終的に、萩城は、広島城に匹敵するほどの大規模な城郭となった。慶長十年七月二日、テルモトは、家中統制の必要もあり、熊谷玄直と、 天野元の村を萩城の建築中の3月に発生した五郎大使事件に絡んで粛清した。この事件は熊谷原直、天野元の村両名と増田岩章との萩城の建設における争いが発端であるが、これにより城の建設が遅れた他、二大将軍となった徳川秀忠を祝うための寺本の上落まで遅れることとなった。寺本は4月に上落したものの、 築城作業の遅延が幕府の不況を買うことを恐れ、6月に萩城に戻ると、7月には両名を追悼するに至った。慶長15年、両内検地の後、幕閣とも協議し、交渉校369,411国に高直しを行い、この表高は市販を立販した時も変わることはなかった。冬の陣慶長19年8月、 方向時の大仏照明問題を契機として、江戸幕府と豊臣氏の緊張が高まった。豊臣側は、豊臣恩子の大名に参陣を呼びかけたが、寺本を、はじめ呼びかけに応じた大名はいなかった。慶長19年10月11日、寺本は家康が、大阪城攻撃のため春府を出陣すると、本田正澄が家康の出陣を寺本に報じ、毛利市領内での船止めと、 不審な往来船の船改めめを要請した。テルモトは直ちに了承して、船止めと船改めめを実行し、10月24日には、幕府総者番の城馬重に報告するとともに、万事幕府分業集の指図通りに行動すると述べた。しかし、九州から登場する船のうち、どの船を、どの程度の厳重さで船止めすべきかが不明瞭であった。ため、テルモトは、 す府にいた、シしどもと継ぐと、上村元種だに対し、そのことを、本田正まに入念にといただし、可能であれば、正さの墨みつきを入手するように命じた。10月23日、家康が二条城に入ると、本田正まは10月24日に、照本へ報奨を送り、毛利氏の出陣を要請した。11月3日、照本は、 毛利秀元の留守を預かる毛利元鎮や杉の森、元園等に対し、秀元から出陣について申しおろしがあれば、留守州の、うちの半分を登場させる一方で、杉の森、元園、西本ゆ三沢七郎兵など残る半分を、留守居として、調布に在番させ、もし、万が一調布を維持できない返事があれば、萩に引き上げること等を命じた。さらに11月5日には、 秀元領内の海戦を一層残らず数を国蔵田尻に開港させること、船子もあり次第に用立てること等を命じている。11月9日、総国岩国の吉川博家は、寺本の側近である伊原外に、上方の情勢を伝え、寺本の出陣を促した。翌11月10日に寺本は、増田元将と山田元宗に、国本の差配を任せ、 11月11日に、ハゲを出陣し、スを国蔵田尻から回路で登場した。また、11月10日に、徳川・秀忠が伏見に到着すると、秀忠に従う忠、坂井・忠ダ土井・利勝、安藤・重信は、江戸にいる秀成と秀元に出陣を要請し、毛利氏は、国元と江戸の両面から、大阪城攻撃に加わることとなった。十一月十四日夜、 照本は、備前国小島軍師もついに、11月17日未明には、摂津国兵庫に到着し、直ちに、兵庫到着を、本田正信、正住府市や、家康の軍に従軍する、平川孫兵衛に報じた。また、萩野増田元将と山田元宗には、自身の兵庫到着や家康の住吉着人、秀成と、秀元も近日に、大阪に到着することを報じ、 不足する兵糧と軍用金を急ぎ送るよう求めている。さらに、モトは従軍する家臣等に国印の掟き手を布告し、人中の発動をおとした。しかし、モトは長い後悔の疲労からか病にかかってしまったため、伊原元位を家康の人中に使わし、病により軍務がままならないことを射した。家康は近日中に成城する日でなりに、 大阪城攻撃を委ね、モ本は国元の仕置きなどをするように答え、秀成の到着を急がせることを促した。11月21日、モ本は次男、治隆むを成しろとして、ししどもと継ぐとともに、家康に面会させ、同日夕刻には秀成へ正情を督促する書状を送った。また、11月22日には、留守居の重沢元氏、増田元、 小、山田元宗に対し、秀成が到着次第帰国すると報じた。この頃、家康は、大阪城の堀の水位を減少させて、攻撃しやすくするために、摂津国西成郡軍江口に席を築いて、淀川を席止め、淀川の支流の伝望側に、船橋をかけるよう、寺本に対して要請した。11月22日、要請を受けた寺本は、 留守居の茂沢元氏、増田元、長、山田元宗に死者を送って、不審に必要な兵糧と銀酢を昼夜健康で、急走するように命じ、11月23日には、後から登場した、吉川広家と茂沢元影を江口に,に派遣し、工事を監督させた。さらに11月24日には、照本自ら不審を得するために、摂津国西の宮へ陣を進めた。 11月29日、本田正巳は、獅子戸元継を通じて、家康の遺行により河内国守田軍森口江陣を進めるように要請したが、寺本はそのまま西宮へ退陣を続けた。また、京都諸市大の板倉勝修が、江口府新城へ、乱暴老石の禁令出すと、12月3日に、寺本も現場の吉川博家、重沢元影、毛利元友に対し、 西宮で、よその者と紛争し老石に及んだ者を捉えた、事例を伝え、よくよく乱暴老石を制止するよう命じた。12月6日、秀成と秀元が大阪に到着し、チャウス山の家康や西の宮の照本と面会した後に大阪に着陣した。秀成が到着したため、12月8日に家康は、野牛宗則を使者として、照本に衣服等を送って、 タ人の牢を射し、帰国して療養することを勧めた。12月10日、テルモトは、チャウスさんの家康を訪ねて、帰国の挨拶をした後に、シシドモトを伴って木戸に着き、12月18日には、津を国造田尻に到着した。テルモトは、秀本の命により登場する杉の森元縁に、対して三田尻での面談を要請したが、元縁が病で面会に応じられなかったため、 12月21日に、テルモトは秀本が、吉川博家や福原博都市と衝突することを、今しめる訓入を書状にしたためて、元園に与えた。一方、大阪に残る毛利軍はその後もさほど戦闘を行わないまま、12月20日には、徳川方と豊臣方の講和が結ばれ、大阪冬の陣は終結した。夏の陣慶長二十年四月十七日、テルモトは、 本田正澄から届いた宝書によって、徳川方と豊臣方が手切れとなった際には、摂津国の兵庫、西宮、尼崎付近へ出陣する準備を命じられると、直ちに、秀元を、毛利軍の先方とし、死守戸元継、毛利元とも、毛利元信、毛利元賃らを従軍させると決定した。4月18日、家康が二条城に入り、4月21日には、 秀忠が、伏見城に入ったことで、本田正澄は、毛利氏への出陣を要請した。これにより、4月28日に先方としてまず秀元が出陣し、5月4日に秀成は、吉川広政や獅子どもと次をはじめとする毛利氏の主力を率いて、巣を国造田尻を出港したが、秀成は、大阪城陥落区には間に合わなかった。しかし、家康はそもそも毛利氏へ、 出陣命令を出すことが遅れたことが原因であるとして、これを不問としている。大阪夏の陣においては、内藤元森、カラスデ通知、甲田忠ダ笠井重政西など、豊臣方に加わった毛利子九神がいたが、寺本の母方のいいとこで重臣の内藤元森が、佐野道家と名乗って大阪城に入城したのは、寺本、秀成。 秀でもと、ししもとつぐらの計りごとであるとする説がある。大阪夏の陣後、5月に内藤元盛が京都郊外で捕獲されると、取り調べの担当である大め付の野牛宗則から、照本の命によって元盛が大阪城に入城した疑惑を問い詰められたが、元盛は独断で入城したと主張し、21日に自陣したことにより毛利氏への権議は不問となった。 その後、内藤元森の子である、内藤元賃と、阿波や元宝が家康に越見し、元森とは無関係であるとの釈明を認められて帰国したが、寺本は帰国した二人を自害させた上、内藤元賃の子、元信を遊兵した。大阪の陣の後、寺本は、大阪の陣の軍役や江戸城などの鉄大武神、江戸藩邸の建設でかさむ釈材や、 関ヶ払以後に生じた家中の分裂を解消すべく、不審した。元奈2年7月19日、照本は家中優和の策として、一人娘の竹姫を吉川博雅と婚姻させた。また、元奈3年11月には、重沢元影の売借により、次男、治隆史と秀本の長女、松木久子を婚約させ、元奈7年7月28日に正式に、 婚姻させた。玄奈4年8月25日、照本は清水元力に命じて、かねてから対立していた吉見広長を追悼し、自害に追いやった。広長は、もう年へ中での処遇に不満を持ち、関ヶ原の戦い後に独立大名か八田大名への主観を図って、慶長9年から玄奈3年までの13年間に、渡って毛利氏を出奔していたが、 大阪の陣の後に許されて帰参していた。他方、照本は、広長の出奔を理由として、吉見氏を毛利氏に吸収するため、慶長17年に、吉川博家の次男である彦次郎に、吉見博士来の娘をめ取らせて、吉見氏を相続させるなど、両者の対立が深刻化していた。照本は、広長との不和に対して、幕府から、お家騒動の権威をかけられ、 ひいては、毛利市海役につながることを恐れていた。そのことが、輝元に広長の追悼に踏み切らせることにつながった。広長の死より、源の乗りより以来続いた、源氏の名門、吉見氏が事実上滅亡したが、輝元は、吉見氏に厳しい処分を下した。広長の父、高来は、同心していなかったとして隠居料を安堵されたが、家臣らに対しては、 広長補佐の役割を果たさなかったとして、追放処分を課し、合わせて、傍聴二国への入国禁止、違反した場合は成敗するとまで言い渡した。徳川秀忠元,元な5年8月、照本は健康の悪化も顧みず、5月に上落していた将軍、秀忠に面会して、大阪の人以来の毛利氏に対する行為を射すため、合わせて、今後のこともよろしく依頼するため、 あえて上落に踏み切った。テルモトは病を押して、萩城を立ち、8月13日に、大阪、8月16日に京に入り、明殿寺を宿所とした。テルモトが入京すると、幕府の年寄り衆は直ちに死者を送って、テルモトの無事の上落を祝し、8月19日には、高力忠房が秀忠の死者として、テルモトの宿所を訪ね、ローを押して上落し執着である旨を伝え、 土井都市勝も、秀忠との越見は、長旅の疲労を癒してからでよいと内々に伝達した。8月25日、照本は、土井都市勝の宿所を訪ねて、今を受けてから、秀忠の宿所である二条城に登場した。途上の際には、秀忠の勧めにより、玄関まで腰で乗りつけ、神を守るよ、野牛胸乗り、真瀬玄作らに手を引かれて参入し、秀忠の前では、 本田正澄に手を引かれ、土井都市勝の取り持ちで、秀忠に越見した。秀忠は、照本と会ってゆるゆると、階級団をするつもりであったが、照本の病状が、思いのほか良くないことから、階級団をするのは取りやめ、年頃に、遠路上落した照本をねぎらうと共に養生するよう、照本に伝えた。なお、照本途上の際に、秀忠が、このような特別な計らいをしたのは、 ゲに滞在中のテルモトがしばしば、マナセ原作の薬を服用し、他人との面会を謝絶して、ヒデナリやヒデモトに代理をさせていたためである。8月28日、土井と勝が上司として来訪すると、テルモトは、ヒデタダの計らいや土井と勝の婚姻への感謝を述べ、ヒデナリ、ヒデモト、おさむたかし、吉川博正の今後を頼むとともに、縁国のことであるので、もし、 もう都市へについて不審に思う点があれば、内省に尋ねてほしいと依頼した。こうして、照本は上洛の目的を果たし、9月1日に刑を立って帰国したが、この時の上洛が照本の生涯で最後の上洛となった。また、秀忠への越見は隠居するにあたり、将軍刑の挨拶を済ませる意味合いも持っていた。毛利秀成元7年11月3日、照元は、 松平忠照の海域や福島正則の現天保、等の事例から幕府による海域に備えて、秀成に二十箇条に及ぶ長文の訓戒状を送った。主な内容としては、秀成の行状を今占めて、高校を進め、孟都市へ中の者や、他家の者、特に将軍や幕府に対する態度こそが寛容と、心得て、孟都市への存続を図るように求めるものであり。 秀成も訓会場の趣旨を承服し、即日に自筆の返書を出している。現那9年9月10日、江戸から帰国した秀成が、萩城に入城すると、照本は、家督城との儀式を行い、正式に秀成へと家督を上とした。この時、照本は病気療養中であり、同年の秀忠ただ、家光の上落に際しては、吉川博政をその名代として派遣した。 この源那九年の家督継承儀式により、体内的にも、モトから秀成への家督継承が完了した。だが、モトはその後も、毛利氏当主としての権限を、一定は行使しており、その島でモトと秀成の二党体制は続いた。寛永元年九月一日以降、モトは、腹中が詰まる病気にかかった。前年に、将軍職を譲って、大御所となった。 徳川秀忠と将軍家光は照本の病状を憂いて10月2日に江戸財布中の秀本に帰国を許可し照本の見舞いと両国の政治の補佐を命じた。秀成も照本の病状を心配して10月4日に国本の重沢元影、増田元、将、清水影寺に対して秀成と治隆氏は江戸を離れられないため ただ気遣いをするのみであるが、照トの養生について相談した秀元が帰国を許可されたため、ひとまずは安堵していると述べている。この時の照トの病も、現那5年 2K から帰国した際と同様に、榎本元吉が診療した霊薬によって10月上旬には回復し、食事も元通りとなったが、照トの体調はこれ以降めっきり衰えることとなった。寛永2年2月、 てるもとの体調の衰えを心配した秀成は、てるもとの見舞いのため、小玉もとつねを萩に派遣した。3月10日、小玉もとつねが萩へ到着し、てるもとを見舞うと、てるもとは大いに喜んだ。てるもとの見舞いを終えた、小玉もとつねは再び江戸へと戻った。しかしその後、てるもとは腰に腫れ物ができるなど病状が悪化し、 4月27日取りの時に隠居所である萩の四本小邸で死去した。去年73。寛永2年4月29日、照本死去の2日後、照本の病状悪化の方が、江戸の秀成の元に届き、秀成は再び、小玉元常を萩に派遣し、照本の隠居所に詰めて、時々刻々の照本の様子を伺うよう命じた。さらに、秀成は、 秀忠と家光に対して、自らも帰国して秀でとと共にてるもとの官僚に当たりたいと嘆願し、5月2日に帰国の許可と見舞いの品々を与えられて、直ちに帰国のとについたが、帰国した秀成はすでにてるもとが死去していたことを知り、深く悲しんだ。5月8日、江戸にてるもとの不法が届いたが、秀成はすでに帰国のとについていたため、おさむたかしが直ちに、重げ元影、 マス元、モ榎本元吉エノモト、に返書を書き、不法を受け取り落胆した旨を伝えている。5月13日、萩の平安寺において、テルモトの葬儀が取り行われ、テルモトの法名を、天寿院殿前、公門、運岩葬儀大古寺と称した。遺骨は、テルモトの隠居所に丁重に埋葬し、一時を混流して、天寿院と称した。5月19日、 て本の不法を知った秀忠ただと家光は、坂木原元直と、高津根長を上司として、萩に派遣した。秀忠は、公殿として、銀ス三百枚、家光も、銀ス五百枚を送り、弔意を述べた。中でも秀忠は、て本とは、年来のよしみがあり残念であると述べている。これに対して、秀では、重沢元影を使者として、江戸に派遣し、老中の堺忠勝と、 稲葉正勝等に贈り物をして丁重に謝辞を述べた。6月2日、かつて、もう年家を出本して、照元に帰産を許された長井元房さが巡視した。元房さの墓は照元夫妻と同じ場所に建てられた。厳な9年。ありがとうございます。